ういう正統派アイドルって感じの衣装を着るの夢だったんです。嬉しいね。お疲れ様です、プロデューサーさん。付き合ってくださってありがとうございました。あの子たちですか？ええ、ちゃんと飼育員さんにお返ししてきましたよ。寂しくないかですか？心配しなくても大丈夫ですよ。だって私にはプロデューサーさんがいますから。なんて。海の中って不思議ですよね。穏やかで、なのに幻想的で。私のステージもそんな風になるといいな。あ、プロデューサーさん、サイズはぴったりですけど大変なんです。ほら見てください、この素敵な衣装、清楚で可憐ね。でもこれどう見ても私の衣装じゃないですよね。どうしよう、誰と間違えちゃったんでしょう。本当にこれが私の衣装なんですか？すっごく素敵な衣装だと思いますけど。でもあの、これ胸元が全然開いてませんよ。肌は出てますけど、スリットの下も隠れてるし、私がこんな清楚な衣装を着ていいんですか？プロデューサーさん、覚えててくれたんですか？私が正統派アイドル志望だって。そうだったんだ。嬉しいな。これからはセクシー系路線のお仕事減るかもしれませんね。私、本当に嬉しいです。生きててよかった。これはきっと神様が私にくれたご褒美ですね。水着のお仕事、恥ずかしくても頑張ってよかった。私、これからはどんなお仕事でも頑張れる気がします。見ていてくださいね、プロデューサーさん。あ、プロデューサーさん、ちょうどよかったです。はい、実は一言お礼を言いたかったんです。本当はもっと早く言うつもりだったんですけど、プロデューサーさん最近ずっと忙しそうだったから声をかけられなくて。この前の水族館のことです。お仕事で行ったのにあんな楽しいことがあるなんて。はい、おかげでその後のステージも緊張せずリラックスした気分でできました。私、今まで水着のグラビアとか深夜番組とかセクシー路線のお仕事ばっかりでしたけど、やっと正統派アイドルになれた気がしたんです。ありがとうございます、プロデューサーさん。
プロデューサーさん、優しい。ありがとうございます。私これからも頑張りますから、どんな仕事だってこなしてみせますよ。